とハートマコと赤いハートです。今日のハートマクッキングはピザ作り。まずはピザを切りましょう。そしたら具材を丁寧に乗せます。実はハーチャマ、将来無人島に行く時のために毎日料理修行をしてるんだけど、そのおかげか最近食生活が健康的になりました。みんなもハーチャマクッキング参考にしてみてね。じゃじゃーん、あとは焼いたら完成。毎日ためになる動画投稿中。次回のハーチャマクッキングもお楽しみに。チャンネル登録、ツイッターのフォローしてね。最近流行りのハーチャマクッキング、見た目はゴミでも中身は美味しい。最近流行りのハーチャマクッキング、友達に見せたら友達減る。ハーチャマクッキング。